京都霊山五国神社は、京都府京都市東山区にある神社である。神門は桜に聞く。1862年、自修寮前派の消防時の主院地の中の新道僧、最上霊明社において、有志者による新僧祭が行われた。祭神は、くくり姫神、早玉男命、ことかい男命の三神。1868年6月29日、 明治天皇から維新を目前にして倒れた志士たちの御霊を奉仕するために、京都、東山の霊山の余い記者を創建せよとのみこと乗り、御沙汰が発せられた。それに感激した、京都の久芸屋山口、高知、福井、鳥取、熊本などの諸藩が、愛派からい京都の霊山の山頂に、それぞれの祠、堺境を建立したのが、神社創建の始まりであり、召魂者である。 ギ国スクニ神社より古い歴史を持つ。当初の社号を霊山関西召魂社と称し、社格には特に関西社に歴史国費で永然されてきた。1936年、日中戦争をきっかけとして国難に準じた京都府出身者の国事巡覧者を手厚く祀ろうという運動が起き、霊山関西召魂社造営委員会が組織され、境内を拡大して新たに社殿を造営した。 両前歴史館1939年4月1日、内務大臣布告によって、現在の社号である、京都霊山五国神社と改称された。戦後は、宗教法人、神社本庁の包括下に置かれ、国家の手を離れた。GHQ 占領下においては、京都神社に改称していたが、独立後は、元の社名に服した。1970年、境内に、 明治維新関係の資料を展示する、両前歴史館が開館した。2002年、神社本庁との包括関係を解消。祭神の中には、京都で暗殺された、坂本龍馬も含まれており、境内に銅像が作られているほか、誕生日であり、明日でもある11月15日には、龍馬の遺徳を忍びれを慰める龍馬祭が行われる。龍馬の他に、木戸孝義 中岡慎太郎、内海貴三郎、梅田雲賓、吉村虎太郎、平野国臣、草加玄瑞、高杉晋作、所幾太郎、宮部定蔵、田岡春三郎ら幕末勤王の死死戦356柱、明治以降の日清戦争、日露戦争、第二次世界大戦などの戦死者を合わせ約73、000、柱が祭人として祀られている。また、 2012年4月には、特攻有志の像が混流された。坂本龍馬、中岡慎太郎像パール博士、検証比陸軍特別操縦未奈良医師官の石文1997年、大東亜戦争を記念した昭和の森が設けられた。境内には、インド独立50周年を記念し、極東国際軍事裁判にて、ただ一人、被告全員の無罪を唱えたインド、 代表ハンジパール博士の検証費などが混流されている。1977年の西郷隆盛没後100年事業として、境内に西郷像を混流する計画が、関西在住の鹿児島県出身者らにより立案され、彫刻家、小賀忠夫の手により、人物立像としては、日本最大の10.5メートルに及ぶ西郷像が1976年に完成した。しかし、 混流の前に依頼者が死去したことにより計画が中に浮き、この構想は幻となった。完成した像はそのまま富山県高岡市の倉庫に保管されていたが、1988年に鹿児島県良郡溝部町へ誘致され、現在は周辺一帯が西郷公園として整備されている。2009年頃から11月15日の坂本龍馬の明日祭の前後に、 一部のファンが龍馬の墓に火のついたタバコを備えるケースが多発している。2009年の明日祭では100本以上のタバコが置かれたことで濃い煙が上がり、祝詞を上げるのに支障が生じた。龍馬が愛炎家だったかは不明だが、薄来の銃やブーツを所持していたことなどで外国産のタバコも好んでいたとの考えが広まった可能性がある。同神社の木村隆彦宮寺は せめて火をつけずに置いてほしいとコメントしている。朱印地のため、買い取りができず、衛生受け持ちとされ、建前上は、自習奏とされた。龍馬も煙い、墓前に、支援黙々、命日に100本読売新聞2010年11月15日。ありがとうございます。